ファイナルファンタジー14神聖エオルゼアの世界へようこそ。水と緑に彩られた惑星ハイデン、その世界三大州の一つエオルゼアという地域を舞台に、今新たなるファイナルファンタジーの物語が始まります。第七霊災という未曽有の災厄により、エオルゼアは一度滅び、大いなる謎とともに再生され、今まさに新たなる時代を迎えようとしています。クリスタルに導かれ、あなただけの冒険が始まります。さあ、新時代のオンライン RPG 体験へ踏み出しましょう。ファイナルファンタジー14の主人公はあなた自身。冒険者としてエオルゼアをかける分身を作り出すのがキャラクタークリエーション。豊富に用意されたパーツを自由に選択して、あなただけのキャラクターを生み出すのです。ファイナルファンタジー14の世界では、プレイヤーは5つの種族からプレイする種族を選択。その個性は見た目だけでなく、感情表現や専用装備など細かく個性が付けられています。冒険の舞台となるのはエオルゼアと呼ばれる地域。エオルゼアには3つの巨大都市国家が存在し、侵略者であるガレマール帝国や蛮神と呼ばれる長城の存在と戦いを続けています。欲望と富が渦巻く荒野の交易都市ウルダハ。砂の都と称されるこの都市は、遠方からの大将たちが行き交い、さまざまな冒険があなたを待ち受けています。美しい海と海賊たちの海洋都市リムサ・ロミンサ。湾内にある島々と岩礁の上に建造された街並みは美しく、あなたの冒険心を大いに満たしてくれるでしょう。自然との調和を重んじる森の都グリダニア。巨大な木造建築物と無数の水車によって形成されたこの街は、森の精霊の加護とともにあなたの訪れを待っています。冒険者であるあなたの旅は、
この3都市のいずれかから始まることになるのです。冒険者であるあなたは、母なるクリスタルに導かれてエオルゼアへと旅立ちます。さまざまなキャラクターたちとの出会い、そして悪しき存在との開口。多くの出会いと別れ、戦いの果てに、やがてあなたは一回の冒険者から伝説の英雄、光の戦士へと世界にその名を轟かせていくでしょう。エオルゼアを侵略しようとするガレマール帝国の脅威。そして星のエネルギーであるエーテルを喰らい、この世に出現する万神。ガレマール帝国、星を蝕む万神との戦いなど、強大な敵があなたの前に立ちふさがります。そう、ハイデリンの運命はあなたの手に委ねられているのです。ファイナルファンタジー14の冒険者であるあなたは、アーマリーシステムを使い、さまざまなクラスを経験し成長していきます。アーマリーシステムは、メインアームに装備する武器を切り替えることでクラスの変更が可能。剣を手にすれば剣術師に、格闘武器を持てば格闘士に、杖を手にすれば呪術師や幻術師となって魔法を使うことも可能なのです。各クラスで覚えたアクションの一部は他のクラスでも使用可能となり、さらにギアセットシステムを使えば一瞬にしてクラスや装備を変更することもできます。冒険者はバトルだけでなく、エオルゼアの自然よりアイテムを得るギャザラークラスや、複数の素材からアイテムを生み出すクラフタークラスなど、さまざまな体験を楽しめます。その数なんと19クラス。冒険の幅はどこまでも広がるのです。そして熟練の冒険者たちを待っているのは、ファイナルファンタジーシリーズではおなじみのジョブシステム。冒険者はジョブクエストと呼ばれる試練に打ち勝ち、それぞれのソウルクリスタルを手に入れることで9つのジョブにジョブチェンジ可能となります。ジョブ専用のアクションを使いこなし、エオルゼアに迫る脅威に立ち向かいましょう。
オンラインの世界を冒険するうちに、あなたは志を同じくする他の冒険者に出会うでしょう。そこで出会う冒険者は、すべて世界中からエオルゼアを訪れたあなたと同じ生身のプレイヤー。目的を同じくする冒険者同士を素早くマッチングするコンテンツファインダーをはじめ、冒険者同士で結成する組織フリーカンパニーなど、交流をサポートする機能も満載。オンラインの世界に臆することなく、エオルゼアの歴史に名を残しましょう。ファイナルファンタジー14と共に開かれる新たなる冒険の世界、エオルゼア。この美しくも過酷、そしてドラマチックな世界で、今あなただけの冒険の幕が上がるのです。